プレシオサウルスの作り方。使用するバルーンはこちら。260青を50センチほど膨らませます。260白を20センチほど膨らませ、連結します。260青で絞りひねり、輪ひねりを一つ、3センチのバブル、絞りひねり、260白で4センチのバブル、260青で5センチのバブルを作り、ひねり合わせます。白で4センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。青で5センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。260白の残りは絞ませます。7センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。7センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。12センチのバブルを作り、残りは絞ませます。260青を90センチほど膨らませます。体を作ります。10センチのバブルを1つ、絞りひねりを2つ、20センチのバブル、絞りひねりを一つ、20センチのバブルを作り、反対側に絡めます。20センチのバブルを作り、反対側に絡めます。4センチのバブル、絞りひねりを1つ、
13センチのバブルを作り、反対側に絡めます。残りは絞ませます。260青に50センチほど空気を入れます。指定した絞りひねりに取り付けます。16センチのバブルを1つ、8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。16センチのバブル、8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。残りは絞ませます。260青を15センチほど膨らませます。両端を結び、輪っかにします。これをもう一つ作り、体に取り付けます。頭部と体を組み合わせます。目を描きます。これで完成です。お疲れ様でした。